これからウイルス伝染病について、歴史的要素を交えて発表します。まず、ウイルスとは何か？ウイルスは英語ではバイウス、中国語では病毒,病毒と書いてウィンドウと読みます。主に多生物の細胞に寄生して、これを利用して増殖します。タンパク質のからと、その中の核酸からの粒子で、ワクチンはこのタンパク質のからと結合する物質からできてます。 生命かどうかについては、生命の最小単位である細胞や、その細胞膜もなく、自己増殖もしないので、今でも議論の的とされています。発見については、オランダのマルティネス・ベイエリンクが、最近の他の妖原体の可能性を提唱し、ロシアの生物学者ドミトリー・イワノフスキーが、タバコモザイクウイルスの可視化に成功し、その存在が認められました。これがドミトリー・イワノフスキーです。 ウイルスと細菌の違いはいろいろありますが、主に4つ説明します。まず、細菌は細胞を最小単位とする生命体ですが、ウイルスはタンパク質とからと拡散からなる微小な粒子であること、2つ目は、細菌は DNA と RNA の両方を持ちますが、しかしウイルスは DNA、RNA どちらか一方しか持っていないこと、3つ目は、細菌は細胞が2分裂で増殖するので、指数関数的に増殖しますが、 ウイルスは宿主の細胞によってのみ増殖すること。そして4つ目は、最近には抗生物質が効きますが、あ抗生物質が効きさまざまな治療法がありますが、ウイルスには抗生物質が効かないので治療法が限られることです。ウイルスによる感染症の例を紹介します。まず1つ目は天然痘です。天然痘は天然痘ウイルスを病原体とする感染症で、昔の日本では放送と呼ばれました。 天然痘という名称は1820年代に大村藩の医師によって初めて使われました症状としては40度近い高熱や頭痛倦怠感そして全身,にる全身の発疹やそ,その後内臓が可能して最悪の場合死に至ります死率としては40から60%で完治した後も発疹のあといわゆるアバタが残ります人類を古来から悩ませてきた感染症で エジプトのラムセス五世のミイラにはアバタナウトが見つかっています。また、中南米のアステカ王国やインカ帝国の先住民は、スペインから持ち込まれた天然痘で、スペインから侵略された後、人口が激減し、1世紀で人口が約8割も減少しました。日本でもトライ人とともに流入したと言われ、アス時代には美奪天皇、平安時代には藤原四兄弟、江戸時代には孔明天皇が亡くなりました。 伊達正でも罹患し、ししこの高熱によって右目を失明しました。奈良の大仏は天然痘の根絶を願って建立されました今日ではイギリスのジェンナーの牛痘法によって撲滅され自然界には存在しませんがしかしソ連の崩壊後ウイルスの検体がテロリストや第三国などに渡ったとも言われそれを使った再度のパンデミックが恐れられていますこれが天然痘治療を主張するアステカの医師の絵です これが奈良の大仏です。お次はポリオです。ポリオはポリオウイルスを病原体とし、症状は人にのみ現れます。古来から存在していたようで、古代エジプトの石碑や北海道の入江貝塚に手足が萎縮した人物の壁画が発見されています。1960年代で日本に散発的に流行した,ようで流行した際には、当時の厚生大臣古井義美氏が 冷戦会だったにもかかわらず、東側のソ連から生アクチンを大量輸入し、パンデミックを防ぎました。この出来事は後に、我一粒の麦なれど、という映画にもなりました。ニューディール政策で有名なアメリカのローズベルト大統領も、ポリオによって足が麻痺し、人生の後半を車椅子で過ごしました。ローズベルト大統領です。これが足が萎縮した人の壁画です。次は、 天性免疫不全症候群通称エイズですエイズは人免疫不全ウイルスを病原体とし最初の感染者はオランウータンから感染しました感染経路としては主に同性異性間とわない濃厚接触による性的感染感染者の血液が付着することによる血液感染胎児が賛同登録による母子感染があります1908年にアメリカの同性愛者の集団から症状が報告され当時 感染者に同性愛者や麻薬徴収者が多かったので感染者は差別を受け今日でも後期の目を向けられています日本でもエイズはさまざまな社会問題を引き起こしています例えば2017年にソーシャルワーカーの採用を受けた男性が過去のエイズによる通院歴を理由に後日不採用になった事例や1980年に多くのエイズ患者を生み出した薬害エイズ事件などがあります このウイルス自体に致窒性はありませんが、免疫機能が破壊され、免疫力がほぼゼロになるので、ちょっとした風邪でも死ぬ確率が上昇します。次はインフルエンザです。インフルエンザは過去に4回、世界的なパンデミックを引き起こしています。まず1回目は、第一次世界大戦の頃のスペイン風邪です。スペイン風邪は1、2、3波で、最終的に6億人が感染し、日本では40万人、世界では7000万人が死亡しました。 1950年代、70年代にはそれぞれアジア風邪、香港風邪呼ばれたインフルエンザが流行し死者数は400万人に上り現在でも季節性インフルエンザ B 型の原因となっています。2009年にもメキシコ由来の豚インフルエンザが世界中に流行し現在でも季節性インフルエンザの1つとして1シーズンあたり50万人の死者を出しています。これがススペイン風流行当時の感染予防ポスターです。 次は新型コロナウイルスで話題のコロナウイルスですが、コロナウイルスはさまざまな種類があります。例えば、2002年から2004年にかけて、中国・広東省広州市から広がった SARS コロナウイルス1型です。最初の患者は2002年7月にすでに発見されていましたが、中国政府の隠蔽や中国医療機関の対応の遅れなので、WHO に報告されたのは7か月後の2003年2月でした。その結果、 短期間で9000人が感染し1000人が死亡しましたこのウイルスはまだ治療法を発見されていません次は中東で流行したマーズコロナウイルスですラクダー期限と言われており早期対応が早かったのでパンデミックにはいりませんでしたが2020年現在もアフリカで散発的に流行しています次は話題の新型コロナウイルスですがこれはサーズコロナウイルス2型と呼ばれ 2019年11月に中国湖南省武漢で発見され2020年9月現在でも全世界で爆発的に流行し収束の目は立っていませんこれまでに約2000万人が感染し約78万人が死亡していますこれは致死率4%ほどです日本でも1月16日に初度感染者2月13日に初度死亡者が確認され4月から5月にかけて初度緊急事態宣言が発令されたり 現在でも自粛が求められるなど異例の事態となっています主に基礎疾患のある方やご老人が多く亡くなっており著名人としては志村健史、岡井久美子氏などが亡くなっていますまとめです、えー、古来から人間は多くの感染症と向き合ってきました確かに治療法がよくわかっていない新型を恐れ予防に努めることは大事ですが過度に恐れて経済を止めたりしたら感染による死亡より経済区による死亡者が多くなります 歴史的にはウイルスに勝った事例が少ないのでこれからはしっかり共存しつつ個人個人が手洗いうがいマスク着用など自分でできる対策をしっかりやるべきです。